松村北斗さんとのエピソードも聞いてもいいですか。そうですね、松村さんは切り絵の歌がきっかけで、あの楽曲制作をさせていただいたりもしました。ガラス花という曲で、本当にビッシュ解散前に、あの解散前から解散後にかけて の、 あのタイミングで制作した楽曲だったんですけども、スケジュールがお互い忙しい中でも、あの後悔のない作品を松村さんのおかげで、あの松村さんに花を添えるつもりで、あのやりきれたかなと思うので、そういうきっかけをくださった切り絵の歌だったなと思います。ありがとうございます、はい、今のお話を受けて岩井監督いかがですか。そうですね、本当にやっぱ現場の雰囲気はすごい良かったというか、お互いになんかこうね、なんかこう刺激し合ってる感じがすごい微笑ましくあの、眺めてました。ありがとうございます。私は他を知らないんですけど、やっぱ自分は本当に心から切り絵になっちゃってて、だからそのキャンペーン期間、切り絵の歌を宣伝するために慣れないバラエティとかもう出てたんですけどその時も心が切り絵でうまく喋れないんですよ。なんかたどたどしくなっちゃうっていうか、だから本当に正直あの頃広瀬すずさんにも松村北斗さんにもうまく喋れてなくて、なんか申し訳なかったなって顧みるぐらい自分は切り絵が宿っちゃってて、そうさせていただいたのは本当に現場、うん、岩井さんのおかげだったと思うので、本当に魔術師だなと思います。お二人あちらに向かって、あ、なんかこう動きがなんかちょっとありますかね。あ、